ホルヨーク駅はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ホルヨークメインストリート74にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている開業当初の駅千八8 8 0年ボストンメイン鉄道の駅舎1904年荒廃した駅2008年軌道工事中の構内2014年10月アムトラックバーモンター号は2015年8月27日に ホルヨークが停車駅となった。当駅はドワイトストリートとメインストリートの交差点に一致している。430万ドルをかけて建設された駅施設は町の商業及び政治の中心部から徒歩圏内である。パイオニアバレー交通局のバス停もメインストリートにある。アムトラックの全国ネットワークへのホルヨークの停車駅追加は スプリングフィールドとバーモント州との宗教のちょうど南に位置するイーストノースフィールドの間の約79キロの間コネチカットガーと並行しているマサチューセッツ州内のコネチカットリバー線の路線改良によって可能となった。かつてアムトラックのワシントンとモントリオール間を運行していたモントリオーラー号は1972年から1987年の 間にこの路線で運行されていたが、後に、軌道条件が悪化したため、東を通る路線に変更された。その時、ノーザンプトンを経由しなくなり、アマーストが停車駅に追加された。コネチカットリバー線の路線改良工事は、連邦鉄道局の高速都市間、旅客鉄道プログラムの補助金、約7300万ドル、州の資金で4000万ドルで可能となった。 2014年の晩か、マサチューセッツ州は道路線を購入する意向を発表した。工事は、枕木の交換、より滑らかな乗り心地のためのロングレールの絵のさらがえ、レールの通り修正、信号及び通信システムとスイッチの改善が施行された。州、自治体、アムトラックはこの事業によりバーモンター号全体の所要時間が 約25分短縮され列車の定時性が向上すると考えている。アムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。